二体のフクロウが彫刻された西洋史でのでのす。オブジェクトに近づいてその存在を視認した人間はすぐさまめまいや重度の偏頭痛に見舞われその場から離れなかった場合3分以内に脳に脳血液が流入しして命を落とします。一時的にでもオブジェクトの影響を受けた人間は残虐性の高い巨大なフクロウに襲われる悪夢を見たり実際には存在しないフクロウを原始するようになったりと重点的な精神医学的治療を必要とするような状態になります。